おはようございます。関根和夫です。実は私の住んでいる地域から、そうですね、10分ぐらい車で行くと、平林寺という、禅寺ですけども、があるんですね。結構古い、お寺です。紅葉が、有名だというので、見に行きました。カメラ持って。実は、ほぼ毎年行ってはいるんですけれども、ここ数年、樹木の数が減ってる上に、お天気の関係もあるんでしょうね。あまり綺麗な紅葉に出会ってないんですよね。もちろん、何本かはとても綺麗に、色づいているんですけれども、そのお寺の全部の、庭が全部紅葉するという風景は、なかなか出会えないですね。今から10年くらい前は、かなり広い野原のような場所もあったんですけど、そこを取り囲むように真っ赤なもみじが輝いてるというのを見たことがありました。今回は、数週間前に行った時にはまだこれからだなと思っていたので、そろそろかなと思って行ったんですけれども、やっぱちょっと、終わってた感じですね。残念でした。で、門を入っていきますと、中年のご夫妻が、カメラを手にしながら大きな声で話してたんですよね。ご主人が、あれ、随分葉っぱが茶色いね。これからなのかなって言うと、奥様が、そうじゃないわよ。もう終わってしまったのよ。って言うんですよね。と、ご主人が、そうか、手が外れたな。じゃあ弁当でも食べて帰るか。みたいなことをおっしゃったんですが。すると、奥様が、あんた入り口のところで見てこなかったの？ここは何も食べたりしちゃいけないのよ？とかって、奥さんに叱られていたんですね。で、そういうふうなことがあってから、ご主人はちょっと、山門のあたりをね、カメラを向けていたんですけど、たまたま私はそこを通りかかっていたので、奥様とちょっと目が合ったんですが、私が会釈をするとですね、奥様が、あ、良いカメ、ね、すごいカメラをお持ちですね。って古いでかいカメラを持ってたんです、私。したら奥様が、いや、いいカメラをお持ちですね。すいませんが、私たちをこれで撮ってくれませんか？って iPhone を手渡してですね、私に頼んできたんですね。で、ご主人は写真撮ったんですけども、ご主人に向かって、ほら、あなた撮ってもらいましょう。カメラお上手そうで親切そうな方がいたからって言うんですよね。私はびっくりして、いや、上手じゃないですよ。でも、とにかくお二人撮らせていただきますよと言って、どこにしましょうか。ちょうどね、その辺がトイレの前だったんですよね。だから、ここじゃちょっと撮れないなと思ったんで、ちょっと歩くとね、綺麗な色の木がありそうですから、そこ行きましょうかって言って一緒に数十メートル歩いてという、そうですね、10メートルぐらい歩いて、その赤い木の下で、何枚か撮ったんですよね。喜んでくださいました。で、どちらからいらっしゃったんですかって聞いたら、埼玉県の熊谷市からって言ったんですね。結構遠くの方から来るんだなと思って。で、しばらくしていたら、数十人の団体の方々が2組ほど入ってこれたんですね。一番前の人が旗かなんか持って入ってこられたんですね。と、このお寺って結構有名なんだなと思ったんですが、残念ながらやっぱりね、紅葉を見に来たんだと思いますけれども、ちょっとやっぱり当てが外れたんじゃないかなと思ったんですけどね。でも、10年前の紅葉の様子とはちょっと違うとはいえ、何本か素晴らしい色のもみじがありました。で、そういう意味では、季節を楽しむことができるというのは実に贅沢なことであり、平和なことだなと思って感謝しました。あなたのお住まいの地域に紅葉が楽しめる公園などがありますか？そういうところにちらっと見に行く時間があるでしょうかね。行けるようだったら行ってみたらいいと思いますね。ちょっと写真を上げておきますので、ぜひ楽しんでみてください。良い日が続いているので嬉しいなと思うんですけれども、でもやっぱりもう朝と夕方のね、冷え方というのは冬が来たなと、私は東京の外れの方に住んでいますけれども、なんとなく冬が近いなということを感じる今日この頃です。どうぞお元気にお過ごしください。それではまた。Thank you.
夜明けの光訪れて、昨日は過ぎて行きました。神様から託された今日という日を歌いながら祈りながら歩み続けよう。思い煩い抱えつつ明日のことを悩むより、神様から託された今日という日を歌いながら祈りながら歩み続けよう。歩み